はいどうもみなさん、こんにちは。キマテッチャンネルです。今、東京駅に来ています。赤レンガ駅舎がめっちゃ綺麗ですね。東京から大宮まで新幹線乗っていきたいと思います。いや、普通に在内線で移動しろやって思うかもしんないんですけど、私、実は東京から大宮って一回も乗ったことなかったんですよ。あと少しでもいいから200系ロ層に乗ってみたかったんですよね。ということで、今回はね、東京から大宮まで新幹線で移動していきたいと思います。見どころもたくさんあるので、実況しながら行きたいと思います。 16時発のやむびこ翼145号仙台新庄行きに今日はね、乗っていきたいと思います。新幹線って言ったら硬いイメージがあると思うんですけど、まあ、今回は緩くやっていきたいと思います。本当に JR 東日本の新幹線ホームに行くの、なんか人生で初ない気がしますね。いつも大宮とかから乗ってたんで、ここには来たことないですね。新幹線はいいですよね。快適ですしね、座れますしね。多分今回はね、多分座れると思いますね、絶対。 まだあと少し時間はあるんですが、この乗車券、特急券でね、とりあえずね、もう改札に入って入線をね、取っていきたいと思います。東京から大宮間、一回も乗ったことなくて、いつも在来線で移動してたんでね、新しい出会いがありそうで楽しみですね。ホームにやってきました。まだ新幹線は到着していなかったようです。まだ前の新幹線が止まってますね。これには自由席がないので乗れません。 東京駅には歴史というものがなんか貼ってあって、まあ東京駅の歴史もあるんですけど、やはり新幹線の歴史がね、多くね、書いてありますね。すごいですね、これ。こんなものがあるんですね。一番最新の情報は東京駅延伸開業30周年だそうです。200系塗装新幹線にもね、まだ乗ったことがなく、見たことはね、何回もあるんですけど、まだ乗ったことなくてね、おー、来ました。 これはもう本物ですね。200系都装新幹線来ました。これは1から4号車が自由席のようなんですけども、まあ座席数が違うんですね。自由席の中でも1号車はさすがに運転席があるので席数は少ないですけど、3号車も実はトイレがあって席数が少ないんですね。じゃああと2と4はね、まああまり何もないのでそこに乗るのがおすすめですかね。 新幹線が到着しました。ですが、まだ座席の回転などがあるので、まださすがに乗ることはできません。自分で座席回転しろみたいなことになってしまうんでね。もうドアの前には清掃員さんが待機しております。中身は従来の E2 系と変わっていないですね。この座席とか。もうこの列車発車するようで、そろそろドアが閉まります。お、閉まりましたね。 ということで、この列車で大宮まで行きたいと思います。ということで、この視点でね、行きたいと思います。まず、東京駅を発車いたしまして、丸の内の高層ビル群がね、ものすごい見えてますね。ここは世界有数の高層ビル群だと思います。<music> このおなじみの音楽を聴いて、東京駅を発車いたします。 もうすぐにですね、そろそろね、雑居ビルがどんどん立ち並んでますけど、そろそろ神田駅に着くはずです。どこでしょうかね。山の地線とか京浜東北線にあんまり並走しないですね。手前には京浜東北線が走っていますね。ここ神田駅、今通過いたしました。そして東京の鉄道はすごいんですよ。もうここに駅があるでしょ。神田っていう駅があるんですけど、その先見えますかね あの奥に高層ビルが建ってるんですけども、そこに次の秋葉原駅があるんですよ。すごくないですかこの感覚。そしてその秋葉原駅からはこの新幹線地下に入るそうです。秋葉原は割とオタクの街として有名ですけど、ここにね、加藤のね、秋葉原のね、でかいビルがあったり、昔は万世橋っていうね、秋葉原から近いところに鉄道博物館なんかもあったりしました。ですけど、そこ、老朽化により、あの、 移転したんですよ。ここから、今から向かうね、大宮という場所に移転しました。在来線のもう一駅先、岡地町駅を通過する前にもうトンネルに入ってしまいます。東海道新幹線は、新横浜までトンネルがないんですけど、ここの東北新幹線は、上野と秋葉,秋葉原じゃないですね。赤羽にね、2カ所トンネルがあります。ということで、少し飛ばして上野駅に到着です。 なんか、新幹線のホームって曲がってるところが多いですよね。やっぱり、そのね、中心街にね、通そうとしてね、あの、あんまり土地が空いてないんで、まあ、そういう線形になってしまうってことなんでしょうね。そして、この上野駅に到着するときに、あのー、放送が流れないんですよね。やっぱり東京駅との間隔が近すぎてね、流しても意味ないんでしょうね。 ということで、いいですよね。このチャイム。200系塗装ならではのチャイムですよね。ふるさとチャイムと言います。まあ、二つしか聞けないんですけどね。上野東宮の。まあ、それでもいいでしょう。奥には車両センターと奥駅が見えます。そして、上野東京ラインが走ってますねあ。今のはそういうんじゃないですよ。奥に奥駅があるっていう、そういうギャグではないですからね。で、そしてね、最近ね、線路火災があったんですけどね。まあ、車両センターでいろんな列車が見えるので、ぜひ行ってみてください。 奥になんかビルがいっぱい見えると思うんですけど、伊藤洋歌堂がありますね。ここ、赤羽駅です。今まではケイントーク線の上を走ってたんですけど、赤羽駅からは最強線の横を走ります。平素も見られますかねまあ、運が良かったら見られるでしょう。ということで、トンネルを抜けてね、北赤羽駅を通過するというところです。昔はね、こっちも110キロでね、いい勝負してたんですけど、こっちがね、1年前のダイヤ改正でね、 20キロね、速度をね、速くしたんですよ。それでね、まああんまりいいはできなくなったかなって感じです。ね結構昔はね、通勤海賊とかだったらね、バチバチに並走し合ってましたけどね。ということでね、あの、浮間船戸周辺にやってきたんですけど、最強線がね、ほら、それ違いますね。結構それ違うんですね。そして奥に見えてるというのがね、板橋区で実は一番高い建物なんですよね。 意外じゃないですか。ていうか、ここが板橋ってとこ、ことも、あの、意外じゃないですかね。板橋と板はもっと南のイメージがあるんじゃないですかね。前、アド街でもね、ここが紹介されてましたね。そして、あとちょっとで、ね、こんな話をしてたら、あとちょっとで、ね、埼玉県に入っていきます。ここで東京都と,ともお別れです。もう埼玉県に入ってしまったらね、もう大宮なんてすぐじゃねえかっていう感じですよね。 わかりづらいかもしれないんですけど、ここから土手があってね、荒川がね、走、走っているっていうか、あの、流れていてね、そこが県境になっています。今ね、そのちょうど荒川を渡っていて、向こう側のマンションとかね、奥になんかブルガリアとかの工場が見えてると思うんですけど、もうあそこはね、埼玉県です。ここで E5 系とそれ違いました。130ロ同士のそれ違いだったらね、体感200、体感うか実感260ロですよね。 260キロって言ったら森岡から先のね、エリアとほとんど変わんないですよね、通過速度。ここで埼玉県最初の通過駅、戸田公園駅です。この戸田公園駅は通勤快速でもね、通過するんですけど、まあ、それとはね、速度が違いますね、やはり。ここでなぜか最強線の交換が金、ね、なんか高くなってるんですよね、謎に。なんででしょうか新幹線はそこまで急勾配を登れないんでしょうかね なんか、なんか最強線ゾの格差がありますね。この後ちょっと北戸大駅に着くんですけど、北戸大駅はね、あのー、なんか高速道路をまたいでる関係で結構高く高架をね、しなきゃいけないので、ここまで高いっていう感じになってますね。結構最強線沿線にもタワーマンションがね、建っていて、結構都会な印象ですよね。埼玉の武蔵小杉とも呼ばれる武蔵浦駅を通過。 ああ、ここで抜かしてしまいましたね。並走は叶いませんでした。武蔵浦駅で抜かしてしまいましたね。残念ながら並走はできなかったんですけどね。あの、二つ並んでるところが見れましたね。 中浦駅と南与野駅を、間を走行しているというところでね、もう大宮の到着はメロディーがかかってしまいました。もう東京から大宮が24分なんて早いですよね。さすが新幹線です。あと、少しで大宮着きますけどね、東京から大宮もね、いろんな魅力があっていいですよね。まあ、今回最強線の並走がね、あの、残念ながら見れなかったんですけどね、ね、皆さんをね、ぜひね、注目してみたらいいかなって思います。 もう埼玉新都心です。大宮駅の一つ手前まで来ました。埼玉県といえば、あそこの奥に見えてるね、あのビルたちがね、有名かなと思いますけど、北ヨ野にあるね、タワーンマンションもね、結構いっぱいね、建ってるんでね、ぜひね、皆さんもね、見に、ね、来てみたらいいかなと思います。そしてね、埼玉スーパーアリーナめっちゃ人いますね。すごいですね、埼玉スーパーアリーナ。 さすがね、いろんな、あのあ、あの、なんかいろんなことがやってるんでしょうね。私はちょっとよくわかんないですけどね。ライブとかなんかいろんなことがやってるんでしょうね。ということで、東京からお宮ね、皆さんも乗ってみてください。ぜひね、あの、いつもとね、違う、あの、景色がね、見れるかと思います。あの、1000円くらいでね、この料金乗れちゃうんで、まあ皆さんもぜひ乗ってみてください。ということで、東京からお宮までいかがだったでしょうか まあ、あいろんなとこがね、あっていいですよね、東京から大宮も。まあ、あいろんなとこに着目してください。私がね、あの、着目してないところでもね、皆さんがね、あのー、いいなって思ったところがあれば、まあ、ぜひ教えてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。